うおおおお。いきなりどうしたんだよ。私は今、最高に燃えている、燃え上がっている。君は今、何かに燃えているかい？いやー、別に。もっと、熱くなれよ。収蔵かい？というわけで今回は遺跡の発掘にただならぬ情熱を燃やしたシュリーマンという男の話だ。入り方雑じゃない？ハインリヒ、シュリーマンは1822年、現在のドイツ北部、北海に面した土地に生まれた。幼いシュリーマンは何よりも、トロイ戦争の話を聞くのが好きだったという。トロイ戦争？日本で言うと桃太郎の話みたいなものかな。ヨーロッパでは子供が寝る前にトロイ戦争の話を親がするのが一般的だったみたいなんだ。子供はおとぎ話が好きだからね。ところがシュリーマンはそれをおとぎ話だとは思わなかったんだ。トロイ戦争は実際にあった？自分がそれを証明する。幼き日のシュリーマンは心にそう決めたのだという。トロイ戦争ってどんな話なの？トロイ戦争について語るとそれだけで動画が終わってしまうので簡単に説明すると、古代ギリシャを生きた大詩人ホメロスが残したイリアスという叙事詩に歌われた物語で、事の発端はフーティアという国の王ペレウスと女神ティテスの結婚式に災いの女神エリスが呼ばれなかったことに始まる。人間と女神が結婚するの？ギリシャ神話ではよくあること。ヘラクレスやペルセウスもゼウスの子供だし、ローマの初代王ロムルスも軍神マルスの子と言われているんだ。日本でも初代天皇である神武天皇はアマテラス大神の子孫だろう？なるほど。さて、この災いの女神エリスなんだけど、自分が呼ばれなかった腹いせに、最も美しい女神へ、と書かれたリンゴを式場に投げ込むんだ。すると3人の女神がそれに飛びついた。ゼウスの妻ヘラ、戦いの女神アテネ、美の神イーナス。すごいメンバーだ。3人の争いで式はめちゃくちゃ。困ったゼウスはリンゴをトロイの王子パリスに渡す。そうすると3人の女神は裏工作をし始めた。自分にリンゴを渡したら、ヘラは地上の覇権を、アテネは必勝腐敗を、イーナスは世界一の美女をそれぞれ与えると言ったんだ。パリス王子はどれを選んだの？美女を選んだね。地上の覇権よりも必勝よりも美女、男ってそんなものよね。喜んだイーナスはパリス王子に絶世の美女ヘレネを与える。ヘレネはどこから来たの？いい質問ですね。答えはスパルタ王メネラウスの妻だったのをパリス王子がさらうでした。スパルタ王メネラウスは当然激怒、兄のミュケナイ王アガメムノンと共同でトロアに攻め込んで始まったのがトロイ戦争というわけさ。ホメロスのイリアスは戦争が始まって9年後の世界を変えていて、アキレス腱で有名なアキレスが激怒するところから始まる。ごめん、ちょっとわかんないんだけど。ホメロスの叙事詩はたくさんあったんだけど、残っているのはイリアスとオデュッセイアだけなんだ。そこにはアキレスの他にもヘクトールやオデッセイといったよく聞く英雄たちの名前も出てくる。それだけ後世に影響を与えたということだね。これ以上トロイ戦争の話をするとキリがないから、トロイ戦争についてはまだ別の動画を作ろうと思う。トロイの木馬とかもここで出てくるんだ。どれもよく聞く名前だね。シュリーマンに話を戻そう。シュリーマンは誰もがおとぎ話だと思った話を真実だと思ってやまなかった。シュリーマンは幼い頃からいつかトロイの遺跡を発掘すると周りに公言していたそうだ。でも、彼の家はとても貧しく、さらに父親は教会のお金を横領したとして糾弾され、14歳で食料品店に就職しなければならなくなる。発掘するどころじゃないねー。だけどシュリーマンの情熱は衰えない。それどころか酔っ払いがホメロスの死を口ずさんだのを聞いて、より一層古代への情熱を燃やしたんだ。どんだけー。その後怪我などもあって食料品店は辞め、戦場でボーイになったりアムステルダムで事務員、メッセンジャー、簿記係などをして、22歳の時にはロシアのサンクトペテルブルクで働き、ロシア語やギリシャ語、英語にフランス語など、
合計で15カ国の言葉をマスターしたのだそうだ。シュリーマンすげー。シュリーマンはその卓越した言語力で貿易事業を成功させて、1854年に起きたクリミア戦争では、硫黄と鉛を独占販売して巨額の利益を得る。若くして大富豪となったシュリーマンは、36歳の時に、これからは遺跡発掘に専念する、と言って周りを驚かせたんだ。本当にあるかどうかもわからない遺跡発掘に財産を使う、正気じゃないねー。実際周りはかなり反対したみたいなんだけど、誰もシュリーマンの情熱の炎を消すことはできなかった。それに、シュリーマンは専門的な教育を受けたわけではないから、学会からはかなり冷ややかな目で見られていたらしいんだ。それでも古代への情熱がシュリーマンを動かしたんだね。とはいえシュリーマンには大きな問題があったんだ。問題？トロヤの遺跡がどこにあるかわからなかったのさ。ああ。実はトロイ戦争が実際にあったと考える人はシュリーマンだけではなくて、当時同じようにトロヤの遺跡を発掘していた人たちもいたんだ。中でもフランク、カルバートというイギリス人はトロヤの遺跡はトルコのプナル橋という土地にあると考えていて、シュリーマンはカルバートと共にプナル橋を発掘するんだけど、結局何も出てこなかったらしいんだ。打ちひしがれるシュリーマンに、カルバートはヒサル陸での発掘を提案する。再び情熱の炎を燃やしたシュリーマンはその提案通りに遺跡を発掘。今度は見事にトロイの遺跡を見つけることができたんだ。1873年、彼は発掘した宝にプリアモスの財宝、と名付け、ついにトロヤの遺跡を発掘したと世界中に喧伝。ただ、このプリアモスの財宝はシュリーマンが勝手にギリシャに持って行ってしまって、さらにシュリーマンが名誉市民を得ることを条件に、ベルリンへと持って行ってしまい、しかもその後に起きた二次大戦の最中ソ連が持って行ってしまったせいで、現在はロシアのプーシキン美術館にある。だから現在ではプリアモスの財宝はロシア、ドイツ、トルコが所有権を主張していて大変なんだ。なるほど。シュリーマンはその後、ギリシャのミケイネでも発掘を行い、そこでミケイネ文明の遺跡を発掘することにも成功する。有名なアガメムノンのマスクもこの時発見されたんだ。アガメムノンってスパルタ王メネラウスの兄だった人だっけ？そうそう。よく覚えていたね。シュリーマンはその後もトロイ戦争ゆかりの遺跡を発掘し続け、1884年にはテリンスの遺跡を発掘するんだ。世界史の教科書にも出てくるね。シュリーマンのトロイ戦争への情熱は凄まじく、生まれてきた3人の子供たちにはそれぞれトロイ、アンドロマケ、そして、シュリーマン・アガメムノンとすべてトロイ戦争に関係ある名前を付けたんだ。シュリーマン、ハインリヒは1890年に旅行先のナポリで急死してしまう。彼は教育を受けた考古学者ではなかったし、勝手に発掘品を持ち去ったことを含めて、結構批判されることが多い。フランク、カルバートの一族は宝の所有権の一部を主張しているし、トルコ政府は今でも発掘品の返還を求めている。現代ではシュリーマンの発掘作業を破壊行為、と批判する人たちもいるぐらいなんだ。そういう意味でシュリーマンは本当の意味で偉人ではないのかもしれない。ただ、彼の古代への情熱は本物であり、彼の発見によって様々なことが分かったのも確かなんだ。その情熱についてはシュリーマンの自叙伝、古代への情熱、をぜひ読んでほしい。今回の動画はここで終わりだ。ご視聴ありがとう。よかったらチャンネル登録よろしくね。登録していってね。